ははいそれではですね今回の動画ではエクセルでファインド関数という関数がありますんでねこちらの今回は一番基本的な使い方というのをねやってみたいという,ふうに思います。でこのファインド関数なんですけども対象の文字列内で検索文字列を検索をして、まあ、その検索した文字列が何文字目にあるかを調べる関数ということになります。 ではね、早速この表を使ってやってみたいと思うんですけれども、まあ、それでは今回はですね、一番左側にこの氏名が入ってましてこの名字と名前の間にこの半角の,、ね、この空白を入ってますんでね、この半角の空白が何文字目にあるかというのをファインド関数を使ってやってみたいという,ふうに思います。それではね、その文字数を出したいセルをクリックをして、まあ、関数の挿入ボタンですね、ここをクリックします。はい。 でこのファインド関数はこの関数の分類としては文字列操作のところにありますのでここを選択をします。で、まあ、関数名の中をクリックをしてファインドの F ですねを押します。はい、そうすると、ね、ファインド関数一発で選択されると思いますのでそのままの状態で OK を押してもらいます。 でそうすると、ファインド関数のボックスが開きましたで。まず一番上の検索文字列というところには、最初にお話ししたように、この半角の空白の検索をしたいので、まずはダブルコーテーションマークを入れて、でスペース、半角スペースですね、を入れて、またダブルコーテーションマークと。 はい、これでまあ半角スペースというのが検索文字列として指定されますので、まあ、次に対象はこの渡辺謙一さんというところのこの A の3ですかねここをクリックをします、はい、で今回、この開始位置というのは特に入力する必要はありませんのでこのまま OK と、はい、そうすると空白までの文字数は3文字ですよということで出すことができました。 はいまあ、こういった形で、ね、ファインド関数、えー、使っていただくといいんですけれども、まあ、もちろんあのこういったのが、ね、一番基本的な使い方にはなるんですが、まあ、これを、ね、いろいろ組み合わせて使うことによって、まあ、非常に便利になりますのでこれ他の動画の方でですね、えー、この次にこの右側にある「生徒な」ですね。 えこちらを、ね、分けるやり方というのをファインド関数と別の関数を使ってやってますので、まあ、ご興味がある方は、ね、そっちの動画の方も見ていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。それではは、ね、今回の動画は以上になりりまますありがとうございました